たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。ああ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜も、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか？秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いや、感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。やあ、元気かい？前にも会ったはずだよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよ。って言っても
実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。ちょっといいか。今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることだ。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。おかえり。待ってたぞ。紹介しておこう。え？おい、まだか。ちょっと待って。どうもっす。純平？なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって、嘘。何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。規制があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、はっ、難しい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうの知ってた？また強がっちゃって。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。でも知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、お前らも俺っちが仲間になって本当のとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし、大体戦力も整ってきた。これで始められそうだ。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは、長い間キリジョー君と真田君の2人だけだった。けど最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタラスの探索を始めようと思う。なんすかそれ。タルタロスよ。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。お、
おお、シャドウのすすか。っていうか先輩、その体で行くんですか。明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが、探索は無理だ。分かってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか。僕はここに残るよ。どうせほら、ペルソナ出せないしさ。は？ここ？え、どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。明彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。おお、中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。新人だけでですか。深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長。はいはいはい、俺お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。え？マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹葉もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが、今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか、
残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さていよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再び見える時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。は？扉？わけわかんねえな。夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。3人とも聞こえるか？あ、先輩。ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよう。習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。君の力については竹馬から聞いているが、戦闘経験が浅いことには違いない。基本的な戦い方について説明を聞いておくと、シャドウ討伐における主な攻撃手段はアタックとスキルだ。アタックは装備した武器による攻撃、スキルはペルソナ能力による攻撃だ。スキルを使うには体力や魔力を消費するが、その分効果が大きく種類も豊富だ。武器攻撃とペルソナによる攻撃を状況に応じて使い分けるといいだろう。あとは相手が消え去るまで攻撃するだけだ。やられないよう
残りの体力に注意しろ。まずはここまでだ。理解できたな。よし、なら目の前の敵を倒してくれ。できればアタックとスキルの両方を使ってな。続けて攻撃だ。今だ、やっちまおうぜ。オラ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 。ちょうどいい相手だ。攻撃属性について説明しておこう。非常に重要な話だ。攻撃属性について説明を聞くか。アタックやスキルも含め、ほぼ全ての攻撃には属性がある。アタックの属性は装備している武器で決まる。刀なら斬撃、弓なら貫通という具合だ。スキルはそれ自体に固有の属性がある。アギなら火炎、ウフなら氷結だ。これに対し多くの敵には耐性の低い属性がある。言ってみれば弱点だ。火炎に弱い敵に火炎属性の攻撃を使えば、より大きなダメージが期待できる。私の力で敵のそうした相性を調べることが可能だ。必要なら作戦で私に連絡しろ。属性の話は特に重要だぞ。理解できたか。ちょうどこの敵は弱点が狙えそうだ。頑張ってくれ。やっぱり。あと1体だよ。倒せなかったか。倒せなかった。よし、さすが俺、やったぜ俺。先ほどの戦闘で敵の弱点を突くことはできたか。弱点を突くことは実はさらなる攻撃のチャンスを得るきっかけにもなる。そのあたりの関係について説明を聞くか。弱点を突くか攻撃をクリーンヒットさせると、相手の体勢を崩すことができる。体勢を崩してしまえば、その隙に乗じてこちらがさらに行動することが可能だ。これがワンモアだ。これを利用すれば追い打ちをかけたり、続けて他の敵を攻撃したりすることもできる。また敵が体勢を崩している間に別の敵の体勢を崩せば、さらにもう一回行動できる。つまり次々と敵の体勢を崩していけば、その間はずっと連続して行動できるわけだ。これは戦いを有利に進める上で必須の戦術になるだろう。ただし、すでに体勢を崩している相手を重ねて崩させることはできない。すでに隙だらけの相手からさらに攻撃を引き出すのは無理ということだ。体勢を崩させるには弱点を突くのがいい。だが、まずは弱点を知っている必要がある。アナライズを有効に活用してくれ。それで仲間も敵の弱点を知ることができる。理解できたか。では戦いに戻れ。敵の弱点をついて畳みかけろ。敵の体勢が崩れた。まだいけるぞ。よし、体勢を崩した。追い打ちチャンスだ。
をついたぞ。来た、総攻撃チャンス。このをすべて倒せばこちらの勝利だが、個別に叩くよりもっと良い方法がある。それは敵に総攻撃を仕掛けることだ。説明を聞くか。目の前のすべての敵の体勢を崩せば、その瞬間敵全体に隙が生じる。それに乗じて味方全員で一斉攻撃をかけるんだ。当然敵はこれを避けられない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。総攻撃を行うかどうかはその時々で君が判断してくれ。それと当然のことだが、君一人の時には総攻撃は行えない。戦術に取り入れたければ最低でも2人以上で戦うことだ。総攻撃については理解できたか。ここまでで基本的な説明は終わりだが、最後に最も重要なことを伝える。奥に踏み入るほどシャドウは手強くなる。勝てない敵と分かったらすぐに離脱しろ。ただし敵によっては離脱できない場合もある。例えば今回のようにね。それでは健闘を祈る。ワンフライ。弱点に命中。敵が体勢を崩したぞ。弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したぞ。続けて攻撃だ。すげえ。敵の体勢が崩れた。まだいい。総攻撃チャンス。この
全員3回個別行動を取れ。了解。全員集合、固まって行動してくれ。よし、全員戻ったな。どうだった？そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。すっげえ、自分の力っての初めて実感したぜ。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの？なこと言ってユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいような。何これ？それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。秋彦もうかうかしてられないな。抜かせ。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろ。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。学園がよりよくあるために一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを1年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために、各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなく、いかにして未来を直視するのか、すべてはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。すっげー、やばい。お前意味分かった？普通の高校生が言うことじゃねえよな。あの人じゃなきゃ笑い話だぜ。
わよ、真田先輩。待ってください。お前真田さんのことよく知らないだろ。いいよなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将、確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おいお前たち、これから暇か。え、あ、俺らっすか。もう、もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。なら、今からポロニアンモールまで2人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？あの、真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達？この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。名前も知らないって一人もか。ありえねえだろ普通。ま、とにかく行こうぜ。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。ん？この人は黒沢巡査。俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれは幾月さんからだ。え、マジいいんすか。手ぶらじゃ戦えないからな。ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。もっともただにはしてくれないけどな。当たり前だ。世の中にただのものなどない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。
君か。おかえり。Put you in.